少しは落ち着いたかな。そうか、よかった。なあ、机が散らかったままなのが気になるかい？ちょっと計画を。いや、なんでもないよ。そのうち教えてあげる。それより、今宵は恋仲になってから共に過ごす初めての夜じゃないか。前にできなかった接吻してもいい？低粛さに欠けるのが心配？でもそれなら、こんな夜更けに男子の部屋に来るのも問題なんじゃないか？そう、君は怖い夢を見て不安になっただけだ。だからこれは、怯えている君につけ込む。俺が悪い。君はそそのかされただけで、何も悪くないんだ。だからな。ああ、もちろん内緒にしておくよ。確認だけど、これが初めての接吻だよな。もう一回したい。何？一回だけのつもりだったんだけど、ほら、今宵は満月だからさ、気が狂ってしまったのかも。君を食べさせてくれ。口を開けて。